おはようございます。おはようございます。寒すぎ。おはようございます。おはようございます。寒すぎる。どうしたらいいの。もうね、やばい。世の中寒すぎ、本当に無理。寒くなったね。なんかさ、秋入ってきた頃からさ寒くなってきたけどさ、なんかもうだんだん寒くなってる気がする。え、なんか昨日さ、ちょっとさ、お昼暑かった、19度とか。昨日か、昨日さ、いつもよりちょっとだけ暖かかったよ。なんかいつもみたいにさ、めっちゃさ、あの着込んでたらさ、ちょっと暑くて、夕方とかちょっと暑かったもん。まだ明るい時間。来週は行き先もなし。やばい、もう。めちゃめちゃ鳴るの好き。鳴るのす。あんま乗る機会ないよね。高いのがさ、観覧車ぐらい高かったら いけるかな。まあまあまあ、観覧車とかならいけるかもないけど、観覧車やから。まあ乗るのは普通乗りますね。まだ暖房使ってない。ね、いや、うち暖房使ったことないよ。いつも寝るとき乾燥機か、あとホットカーペットかだと、ん、トーストじゃない、ストーブや、ストーブですね。湯たんぽとかも。今日の関西テレビ3人用意どんでね、ポテト映るとか。え、そうなんですか、劇場すごもうそろそろストーブ出さないといけないね。たまに使ってないです。い、家では何も使ったことないよ。あ、でもなんか冬のパーティーとかでなんかお客さんとかが来るときは使ったことあるけど、そう、なんか寝るときに寒いからとか、生きてて寒い、生きてて普通に生活してて寒いとか、寒いからつけるとかはない。さんの卒業特集で金子さんもインタビュー受けてました。すごい面白い。
ちゃんたち暖房なし大丈夫。猫ちゃんたち自分で温められるっぽいか。あと布団の中があるので大丈夫。ストーブつけると猫背が前に詰まる。なんかストーブの前にあやみたちがおるから、あやみとママとかが固まるから、家族固まるから猫ちゃんたち来んねんけど、なんかもうストーブのさ出るとこ、あったかいとこ出るのさ目の前通ったりするからめっちゃ怖いんよ。毛燃えるよって思う。めっちゃ怖い。なんかもう普通にさスーッて取ってくからさ、ミルニャコがほんまに怖い。もういつかもって、でもそれで去年、それで今まで4年ぐらい燃えてきてなかったからな。3年か。麦はな、子猫がどう、子猫がちっちゃいからさ、ちょうどなんか前通ったらさあったかいところさ、あれ麦はな、猫麦はそう足かぶってるとかだけやってんやん。豆体とかかぶせが怖いな。ストーブでうちのワンコを死ぬ警告書ね。大丈夫ですか。ゴマ炎さんがにゴマメたちストーブというものを知らないからな、何が怖いか分からない。そうてか猫麦もやけどね、それは声つけです。近づかないようにした。あ、それいいね。あれよね。ごめんたちの場合、多分飛んで入ります。まだサンタ来る？サンタね、小6まで来てた。まあ言って今中1だけど、だから今年による、今年来たら、あ、中学校で来るってだけ。なんかさ結構分かれてるんよ人によって。高校3年まで来た子もおるって言えば、中学中3まで来たって子もおるし、高1に来て終わったっていう子もおるんやんか。なんで何、いい子にしてたしてないの問題。中1は来ると思うのよ普通に。今回とはママにお出なりするだけだから。そうね、何歳まで来るか普通に気になるよね。ないよ。え？煙突ないけどいつも来てる。来る、きっと来る。それはそれで怖いからやめてください。それはちょっと来てほしくないかな。もしさ仮にテレビからさ抜け出してきたらどうする。それ、やめよう、友達になると思う。
なんかお友達になるというか、とりあえず可愛くしたい、あの子。あの子来るやんか、来る、きっと来るって言ってテレビが出てきたら引っ張り出して、とりあえずあのメイク置いてるとこに座らせて、髪の毛とかあの溶かして、前髪がなさそうやから、あの子はあの前髪流してマックとかのも似合いそうだね。ほんで顔拭いたり、まあ下地したら、下地したり化粧したり、服も着させてあげたりする。楽しそうじゃない、あんなさ長い髪の毛のさ人のさ。あのヘアセットとか楽しそう。いろんなヘアセットしてあげたい、仲良くなったら、もっと仲良くなったら。ギャルギャルなんや。よしら、美白っぽいから化粧つけてあげて。やんな、肌綺麗そうやな、普通に美人そうなんだけど、中側。しかも黒目でかいし。ブルベ、確かにブルベやな。フィルター、あ、まあブルベか。美白やもんな。ちょっと、うわぁ、赤っぽい。ちょっと濃いやつを内側だけ塗って周りぼかして、ちょっと韓国風にしてみるのもありやな、似合いそう。さあその映画中にさ、なんか片目だけさ出てくるじゃん、なんか片目の黒目だけ。それ見たところ多分目でめっちゃでかいから、絶対美人。いいな。綺麗ですな。いやん、一回だけでもいいからさメイクしてみたい、貞子。もうそれ一回ちょ完璧にしたらもう元に戻っていいよっていうか、いつもの好き、あのいつものあれでいいよ。だってテレビから美人なお姉さん出てきたらさ、もうな、なんなの、え、なんかもう怖いっていうかびっくりの方が勝つよね。チョリースみたいな、チョリースはギャルだ。ダメ、アミはギャルじゃない。次の人アキ、ほんま次の人アキや。だってテレビ、ホラー映画展開来ると思ったらさ、テレビから美人出てくんねんもん。あとは糸から美人出てくる、ほんまにびっくりよね。なんかまあ小学校の時とかさ、貞子さんの噂とかめっちゃもう流れとったわ。なんか貞子が来たら引き子さんの名前出せばいいよとか、貞子さん始球式、何回何回、始球式そのあ。ギャルになったら三河さんに焦ります、本当だもん、自分がギャルになろう。一緒に、
これは星になってるんだけど、多分磁場かな。なんかさ、ちゃう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 、え？ちゃうな、なんの？トイレですね。だから星になったのか。146日、青ありがとう。さくさん始球式でことある。え、なんかちょっと想像できる。あ、鼻つみの鼻くそになった。そうだね、星になっちゃうもんね、あれだとね。知ってるよ。でもなんかさ、やったことなかったな、そういうの。トイレの3番目。でもみんな一人で行くときは3番目は使ってなかった、絶対に。一回ね、ドッキリされたことがあってね。なんか歩みが普通にだったら、なんか友達が、やばいやばい、歩みあそこでめっちゃなんか物音するって、カタカタってするって、え、何って言って、歩みが入って部屋、あの個室の中にも入って、とりあえずこん中入ってみてって言われて、こん中入って、でそしたらその友達が外出てて、換気扇のとこに、換気扇なんていうの、換気扇をちょっと物なんていうんだろう、換気扇ちょっと物当てて物音させるっていうドッキリをさせられ、ドッキリを仕掛けられて、これむずいな説明。ちょっとさ、物音したから網は友達についていく。ほんでとりあえずこの部屋入っといてってやって入る。そしたら友達は換気扇にとりあえずちょっとしたもの当てて、物音させてびっくりさせるっていうドッキリをさせられたんですよ。させられたじゃない、仕掛けられたんですよ。マジでびっくりしたよ、ほんまに。なんかもう友達もさ、焦ってさ、ほんまに焦ってさ、走って帰ってきたからさ、ガチやと思うやん。びっくりした、ほんまに。ほんまに、でも叫びはしんかって。で、魔物音鳴ったから、すぐ出て、え、何？え、ガチでしたって言ったら、友達がめっちゃ笑ってた。ほんまに。ほんまに。なんなのよ。なんなのよ、マジ。うわ、マジでついてかかったよかったって思いながら。マジでびっくりした、あの時。じゃなくて打ってないです。え、多分そんな声出てた自分、ほんまにビクッとはなるけど、ビクッてってキャーじゃなくてえって言う人。自分なら物音鳴りました、えって言う、多分。いや、ほんまにそういうのキャーじゃないよな、びっくりした時とか。キャーって、ほんまにびっくりした時も、ほんまにびっくりした時は、キャーじゃなくてギャーって言ってるから。あとなんか変な声出してる。もう、なんか勝手に変な声出ちゃう。ギャーみたいな。えみたいな。
ストダンジョンを読もうと思いましてですね、はい、いきますわよ。13位タツニーヤさん、ありがとうございます。12位タカノさん、ありがとうございます。11位トミさん、ありがとうございます。10位ナルさん、ありがとうございます。9位ケイさん、ありがとうございます。8位ジョーさん、ありがとうございます。7位トトリタさん、ありがとうございます。6位みかん屋さん、ありがとうございます。5位高松さん、ありがとうございます。4位セイキさん、ありがとうございます。3位スノーさん、ありがとうございます。2位ヨモくん、ありがとうございます。そして1位なつきちゃん、ありがとうございます。ハート白ペンライトだるまさん決勝ゴーゴースタンプかわいいスタンプラブレター雪だるまくまちゃんありがとうございます。たくさんありがとうございます。じゃあ霊感強い、霊ちゃんがマッチってないほんまにびっくりするほどないよ。感じたことないもん寒気するとか。ではありがとうございました。いや今日もう一日頑張りましょうね。バイバイ、ありがとうございます。明日も7時からなのでよろしくお願いします。バイバイ。